第5レース1予選に1着になりました手橋選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日はスタートを見ながらになりましたけど、ちょっとの位置などはどういうふうに考えられたでしょうか。まあ、ちょっと理想の位置じゃなくてすごい苦しい並びだったんですけど、まあ、しっかりそこは腹くくって、まあ、足使って前に入れたんで、まあ、そこが良かったと思います。まあ、しっかりと突っ張って太田選手が来たところですね、はい、まあ、翔太さんも仕事しながら、はい、まあ、一社でしたけども、あのあたりっていうのはどうだったでしょうか。まあ、もうそこの一社で来るかだけ見て、あとはまあもう突っ張れるピッチャーだったら突っ張ってって感じで、はい、まあ、踏んでました。で、太田選手の番手に入って、まあ、行きましたけども、どのあたりで仕掛けようかっていうのは考えられてましたかね。まあ、理想はもっと早く2コーナーの出口ぐらいで、まあ、仕掛けられたらよかったんですけど、まあ、カイアのもすごい、まあ、ペースで踏んでるような感じもあったんで、まあ、しっかりそこはもう、まあ、自分が超えれる位置からって感じで早く踏みました。もしっかりと超えて1着でしたけども、状態としてはどうでしょうか。まあ、状態はもうすごいいいと思います。やっぱり彦の G1 四日市と状態は上向きになってますけど、そのあたりはやっぱりご自身でも実感できるようなぐらいですかね。そうですね、まあ、状態もそうですし、なんかそのペダリングの意識とか、まあ、フォームとかがすごい良くなって、まあ、それが本当に結果に出てるかなと思います。まあ、やはりナショナル対決ということで注目もあったと思いますけども、そのあたりも意識はやっぱりありましたか。まあ、そうですね、意識してましたし、まあ、前回オールスターで負けてるんで、まあ、そこは、はい、まあ、勝ちたいと思って走りました。この後はもうケア中心にっていう感じですかね。もうそうですね、セッティングは、まあ、いじるところないと思うんで、はい、ケア中心に行きたいです。わかりました。では残り3走に向けた意気込みをお願いします。残り3走も積極的に行きます。応援お願いします。